はい、どうも皆さん、こんにちは。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、まあ、前回に引き続いてということになるんですけど、 3D プリンターでね、まあ前に、オズモアクションの方の、こういったね、用品の方を作ったのをご紹介しました。まあ、完成版がねできたんで、とりあえずご紹介をしようかなと思ってね、今やってるんですけど、まず一番、まあ、大掛かりなのがこの風防になるんですけどね。前のパターンでは どっちだったかな、こっち側が短かったんかな、この長さがね、だったんですけど、これがねちょっと長くなってます。どっちも長くしました。まあ、理由としてはね、これここのオズモアクションのここのところに、まあ、パチンとね、はまるようになってます。こういう風にね、なってるんですけど、まあ、どうしてもねぐらつきが出たりとか、いろいろな、問題があったので、なんとかそこら辺を解消したいなということで、やっぱり横のところは結構ねピチッと作ってるんで、横でやっぱり支えて、で最後の、こうなんですか、抜け防止で、止めるだけは、ここのところでロックをちょっと、できたらいいのかなと思ってね、いろいろ宿泊しながら、作ってみました。で、使い勝手としてはね、一応ボタン関係は全部使えるようになってます。録画ボタンで電源ボタンね、で電源ボタンちょっとこんな感じになってるのは、ちょうど電源ボタンのこの間、ここに、点っていうか穴開いてるの分かりますかね。ここがねマイクなんですよ。マイクの位置がここと、ここにあるんで、それでね、どうしてもここへクッション材でね、塞がないといけなかったので、まあ、とりあえずは電源ボタンを押せるようにだけ、空間を開けてるような状態です。で、あと、モード切り替えボタンも押せますし、で、あと、ここへね、USB-C で、充電っていうか、まあ、給電か。だから、給電しながら撮影が、できるように、してます。こういうふうにね。まあ、これで十分かなと思ったんですね、僕はね。で、反対側の方も、ラインとしてはこのラインに、あるんです。これ多分ね、上がマイクで下がね、放熱の、放熱か吸気かどっちかの、多分やつだと思うんですけど、まあそういったものがついてるんで、あまり塞ぎたくないということでね。まあとりあえずは、まあ、クッション材では塞がないと、やっぱりマイクのとことこう一体型でね、スリットが入ってるんで、どうしてもこう塞がないといけないんですけど、まあとりあえずはね、やんわりと抑えるような感じにしときたいなと思ってたんでね。で、吸気口もとりあえず、風もね、通るように一応、開けてます。このくらいね。マイクだけだったらもっとちっちゃくてもいいと思うんですけど、まあ、一応そのあたりの関係もあるかなと思ったんで、大きく開けてます。ね。で、中側はどうなってるかというと、こんな感じです。見えるかな？今ちょっと GoPro で撮ってるんで、ね、ちょっとどんだけ撮れてるのかがわからないんですけど、まあ、この穴開いてるところは、一応そのままの状態で見えてるんですね。ツーツーで。で、この穴の位置がね、だからずれてるんですよね。ちょっとね。で、ちょっとずらして作っといて、こうね、クッション材がちょうど穴のあたり、こっちのね、穴のとこに当たるように作って、まあ、ちょっとこう、なんていうか、巻き返すような感じで、こう、音を取るような感じになってます。まあ、この方がね、なんていうか、作り的には、まあ、どうなのかな。まあ、いいのかどうかわからないですけど、まあ、風とかもね、影響少ないのかなっていうのと、あと何だったかな。その、ちょうどクッション材の真上にね、なんですか、穴を開けちゃうと、まあ、それはそれで、クッション材の方の加工がね、めんどくさいかなと思ったんで、こういう風にしました。で、このクッション材の方なんですけど、これ本当に隙間テープ。これ幅がね、何ミリかな、これ。ちょっとなんか長い冊子しかないけど。ね、これね、2センチ幅の、隙間テープ、ドアとかのね、ホームセンターとかで売ってると思うんです。まあ、もしかして100均とかでも売ってると思うんですけどね、こういうテープ。だから、2センチ幅のテープを買ってきたら、もうチョキンと切ったらここへ貼ってね、貼り替えができるっていうね。で、上の方も、もう幅はね、もう2センチ幅になってます。ね。2センチ幅で、この長さだけチョキンと切ってもらって貼り替えてもらったら。だからこんなんね、どうせ傷んでくると思うんで、そういう風にね、
メンテナンスができるようにしてます。で、ハル1はね、ここのところ、上のところ、へこましてます。へこんでるんで、そこへね、こ うまく貼り付けてもらったら、問題ないです。ね。で、こっちの方は、さっきも見てもらったように、スリットが見えるような感じで、ここもへこんでるんで、一番この、ね、端っこの方にから、ビチュンと貼ってもらうと、ちょうどに合うように、作ってるんで。まあ、ね、まあ、これ自体が潰れるっていうことも当然ね、まあ 3D プリンターで作ってるだけなんで、まあ細いところあんまりね、やっぱりこう力つけてね、グッといってほしくないなっていうのはあるんですけど、まあそんなにね、あの手荒く、使うもんでもないですし、まあもしね、もう風が強い日があるんだったら、こうやってね、つけておいてもらったら、特段、あの強度は当然ね、本体が中入ってる方が増すんで、こうやってたら別に折れることもないと思うんでね、まあ長く使っていただけるのかなと思って作ってました。ね。はい。まあ果たしている人がどれだけいるかはわかりませんけど、まあ、僕の感じでは、前から言ってるようにオズモアクションの風のノイズ低減機能をつけると、すごくこう、なんか違和感のある音になってしまうってずっと言ってたと思うんですけど、この風防をつけた状態で、まあバイクね、すっごいだからもうバイクで風が当たってるような状態だと、やっぱり風ノイズ低減オフだと、結構ね、こう、なんていうか、やっぱり風のノイズが混じるんですよ。まあつけないよりつけた方が当然マシなんですけどね。全然変わるんですけど、やっぱりそれなりには風の音が入ると。だそんな状態であればね、風ノイズ低減機能をオンにすると、ほどほどいい感じになってました。バイクであればね。だから手持ちでこんなんこう持ってね、撮ってる、状態であれば、多分、風ノイズ低減オフの状態で、この風防をつけてもらった方が、いい感じに音は入ると思います。まあ、あとはね、好みとか、そんな問題になってくると思うんで、まあ、いろいろね、試していただいたらいいかなと思うんですけど、まあ、こういったものを作ってます。であとは、これね、なんていうかな、フードを作ってたんですけど、この前も、ちらっと言ってたんですけど、なんていうか、まあ見えないようにね、できるだけ作ってたんですけど、この前ね、丸っこいやつを作ってました。だけど、まあ、ワイド画面だし、まあいろいろね、他の、僕もあんまりカメラ詳しくないんであれなんですけど、こう、16対9とかこう、なんですか、なってくると、こう横長にね、当然、撮るんで、横長の方がいいんじゃないかということでね。一応僕の感じでは 4K60 の、手ブレ機能をオフにして、クロップされてないような状態で、もうギリギリの位置。だからここの、ちょうど今、指を出しますけど、ほら、ちょうどね、ギリギリくらいの位置に、これ、ここもね、角っこ触ってるような感じで、ギリギリくらいの位置で、ちょうど見えるか見えないか。だから、ちょっとね、付け方手前につけちゃうと、もう、こういう風に、ちょっと黒いの見えたでしょ。ちゃんと奥まで、カポッとつけてもらうと、まあ、ギリギリ見えないような状態になってます。だから、これで、手ブレオンにすると、当然、画面がね、クロップされるんで、なんていうか、もう絶対振っても見えない。丸型の分はね、こうやってやっぱり手ブレオンにしても振った時にね、チラッと出てきたりしてたんですよ。だからそれでやっぱり問題だなということで、最終的にはこういう仕様にしてみました。まあこれでいいのかな？まあとりあえずあんまり出す、まあ日差しなんでとりあえずできるだけ出させた方がいいんでしょうけど、あんまり出させるとね、それはそれでなんか目立つし、まあこのくらいだったら、胸につけたりしてもね、そんなに違和感ないあるよね。ないことはないと思うんですけどね。だけど、あんまりでかいよりはね、このくらいのサイズの方が、まだ、僕の中では許容範囲かなと思って作ってましたね。で、こういうのを作ってたのと。あと、カメラキャップね、を作ってました。カメラキャップどこ行ったの？はい。カメラキャップ。こんなやつを作ってました。こんなやつね。で、耳がついてるんで、僕まだつけてないですけど、まあ、ピークデザインの、こんなやつね。こんなやつつけたりとかしてて、
まあ、落とすの防止に使えたらいいんじゃないかなと思ってこうつけてたんですけど、まあこんな感じ。だからあの、表面はね、すごく綺麗になってます。で、こういう風に、作ってるんで、3D プリンターで。だから中面の方がね、ちょっと目が荒くなっちゃってます。これもある程度ね、ちょっと仕方ないかなという感じはしてるんですけどね。はい。ということで。で、これもまあ、ちょっときつめに作ってるんでね。まあ、もしあれだったら削ったり、ちょっとしてもらったらいいかと思います。まあ、あの、好みでね、そのあたりね。ゆるゆるに作っちゃうともう、調整も何も、あの、効かないんで、ちょっときつめ。まあ、でも、ちゃんと、あの、僕の、こうね、お出しする、っていうか、まあ、メルカリでね、売ってるんですけど、まあ、買ってもらって、送るときには、一応ちゃんとね、つけて、外れるかどうかはチェックはしてます。ね。はい。こういうものです。で、一応こいつ、単品で売ってんのと、これとこれセットで売ってんのと、3つセットで、売ってんのと、3種類ね、やってみました。まあ、そこはね、まあ、必要に応じて、また、買ってもらうっていうか、まあ、僕に援助をしていただいて、まあ、お礼にお送りするっていう形でね、やらせていただいてるんで、まあ、本当はあんまり責任もね、3D プリンターなんでね、ないせね。でも、ある程度ね、しっかりね、厚みともつけてね、中も、こう、充填 100% で作ってるんで、しっかりした作りにはなってると思うんですけど、やっぱり、まあ、そこまで、責任も持てないんで、あくまでも寄付のお礼としてね、お渡しするっていう感じでね、やらせていただいておりますんで、そのあたりはよろしくお願いします。で、あとね、この風防の、テスト、まあ、いつもね、バイクの映像とかをちょっと上げたりしてるんですけど、ちょっとこの場所でね、ここで扇風機をちょっと置いて、で、オズモアクションの方でね、ちょっと撮ってみての実験をちょっとしたいと思いますんでね、とりあえずカメラをね、今、GoPro で撮ってますけど、それをオズマアクションに変えてみようと思います。ではでは、チェンジ！どうも、チェンジしました。オズマアクションの方にね、今映像の方は変わってます。いかがでしょうか？ちょっとね、画角が狭くなっちゃってますけど、ちょっと扇風機もね、上切れちゃってるんですけど、まあこういうセッティングね、ちょっとやらせてもらおうと思います。まずね、とりあえずこの風防は取ってる状態。だから、オズモアクションを普通の標準のこのマウントのね、ケースにはめた状態で今撮影をしてます。ね。とりあえずね、今の状態で扇風機やってみようと思いますね。では、まず扇風機弱の方。ね。これ、弱ではあんまり意味がないかな。で、中行きます。ちょっと風がやっぱり強くなったかなっていう感じしますけど、どうでしょう。で、今日です。ちょっと近づけた方がいいかな。ちょっともう一回いきますね。もう一回ジャックからいきます。ジャックです。ちょっと、ルー。はい、いかがでしょう。ジャックはね、多分そんなに大した風じゃないんで。じゃあ、中行きます。このくらい。今日行きます。どうでしょう。ちょっとガサガサ鳴ってます。あと、声の聞こえ具合ね、ちょっと聞いといてもらったらと思います。声をつけた時にね、どこあるか。じゃあ、とりあえず、またジャックからいきますね。ジャックの場合、こんな感じ。まあ、つけてない状態の方がいいかな。つけてない状態がいこうか。まず、じゃあ、風防をちょっと一回つけてみますね。このままちょっとつけますんで、カチンと落としますけど、ごめんなさいね。いきますね。はい。今、つけました。声の聞こえ具合とかはどうですかね。今は完全に無風状態で、声の通りだけを聞いていただいています。どうでしょうか。大丈夫ですか。じゃあ、とりあえず一回ね、弱の状態。はい。まあ、そよ風程度が吹いてる状態。でもまあ、結構近いですからね、扇風機と距離がね。どうでしょうか。あと、声の聞こえ具合、どうでしょうか。こんなもんですか。どうですかね。じゃあ、ちょっと外してみます、このままね。いきますよ。はい。
今外しました、扇風機の風は弱ね、風防を外した状態になってます。いかがですか？大丈夫ですかね？はい、じゃあ、風を中にします。はい、今風防をつけてない状態ですね。風が中に変わりました。扇風機の風ね、中です。どうですかね、これで実験になってるかどうかも不安なんですけど、まあ一応ね、なんていうか自然の風よりは一定の風が送れるだろうと思ってね、ちょっと実験やってます。はい、じゃあ風防をちょっとつけますね。このままします。またカチンとしますよ。はい、今風防をつけました。風は中です。声の通りとかはどうですかね？大丈夫ですか？僕とカメラの距離は結構ね近いですよ。これ50センチの差しなんですけど、ちょうど、50センチちょっとくらいなんで、まあ50、60くらい、の距離で喋、ってます。どうですか？はい。じゃあ、風を強にします。はい。今風防をつけた状態です。強です。風のあの声の通り具合ね、いかがですか？風は強になっています。はい。じゃあ、今日の状態で風防を取ります。これが多分一番わかりやすいかな。はい、取ります。はい、風防を取りました。風は今日の状態です。声の聞こえ方とかはいかがでしょうか。風切りもね、入ってますかね。今ね、今ね、風ノイズ低減器のオンになってるはずなんでね、ちょっとこの次、オフの状態も試してみたいと思います。今は風ノイズ低減器の全部ね、今まで通して通るのがオンになってますんでね、だから、ちょっとそれをオフにして、と思ってます。では、ちょっとお待ちください。では、ね、はい、どうも。今ね、風ノイズ低減器の、これをオフに、しました。オフね。あれなんですよ。バイクとかでね、実験してて、風ノイズオンでね、風防をつけてどんな感じに聞こえるかなと思ってね、いろいろ実験やってた時にオンにしちゃってたんですね。僕最近もオフで撮っちゃってるんですけどね。はい。ということで、もう早速ね、実験の方をしていこうと思います。では、とりあえず扇風機弱からまた行こうと思いますね。弱。はい。今、風ノイズ低減機能オフで、風防を取った状態で、扇風機弱です。はい。どうですか？どんな感じでしょうね。まあ、弱なんでね、そんなに、多分、風のノイズも入ってないと思いますけど、一応風防をつけてみます。はい。今、風防をつけました。風は弱。ね、風防をつけた状態で、風ノイズ低減オフで撮ってます。声の聞こえ方ね、もういかがでしょうか。風ノイズ低減機能ね、システムの方オンにしちゃうと結構ね、なんかこう、システムの介入が結構強く入ってくるんでね、そのあたりのところも、違いをね、聞いてもらえたらと思います。では、このまま、扇風機の風を中にしてみようと思います。はい、扇風機強くなってきました。中ですね。これが中になります。今は風防をつけた状態で風ノイズ低減機能オフの状態です。扇風機は中。ね、声の聞こえ方どうですか？はい。じゃあ、風防の方ね、取ってみようと思います。風防を取ります。はい。じゃあ、風防を取りました。風が中の状態、風防を取った状態の、音声を聞いてもらってます。いかがですか？風切りのノイズの方とかもどうですかね。はい、じゃあ、次はね、扇風機強にしてみたいと思います。はい、扇風機が強の状態になってます。風防は取ってます。風ノイズ低減機能の状態。いかがですか？声の聞こえ方ね、大丈夫ですかね。はい、じゃあこの状態で、風防の方をつけてみたいと思います。また勝ちです。今風防をつけた状態、風ノイズ低減機能オフ、ね、風が強、扇風機の風が強の状態です。どうですか？声の聞こえ方ね、いかがでしょうか。
どのくらい違いがあるか、まあ僕はね、バイクではいろいろね、実験をして、やってたんで、分かってるんですけど、まあ、扇風機っていうのはね、僕も初めてなんで、どのくらいね、ノイズが乗ってた、風気量がね、乗ってるかは、編集の時に見るまでちょっと分からないんですけど、まあ、いい実験に、ね、なってることを祈りたいですけど、一応ね、こんな感じになってます。じゃあ、ちょっとこのままね、もう一回外してみましょう。扇風機、今日、一番多分風のノイズが入りやすい状態かな。風の状態で、オフの状態ですね。どうですか？じゃあ、もう一度ね、これをつけて終わりにしたいと思います。はい、このくらいの差があります、ね。当然ね、マイクのとこ塞いでるんで、声とかの大きさも、変わってるかと思いますけど、僕は大体ね、同じくらいの、音量で喋っています。どうですか？はい、じゃあ、とりあえずね、実験の終わりたいんで、まあ、ちょっとまた整えてから、カメラね、録画したいと思いますね。ちょっとお待ちください。ではでは。はい、どうもお待たせしました。いかがでしたでしょうか？こちらのね、風防の方。まあ、どれだけね、使えるかどうかわからないですけど、まあ、こういうアイテムと一緒にね、これが、だからやっぱり一番苦労したかな。やっぱりね、作るのに。だから本当にね、いる、車載で何かを撮ったりね、する場合とかだったら結構活躍してくれるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、もしかしたらね、車載で撮ってる人って結構、こう、音楽をつけちゃって、もう普通のね、音声はもう風切り音だけだから、もうカットしちゃう人もね、いてると思うんで、まあ正直こんなん使わないよっていう人もいてるかもわかんないんですけどね。僕なんかは結構こう、エンジン音もね、好きだったりするんで、だからドローンとかでも僕撮ってる時って、結構こう、昔のファントム2とかなんかだったら、GoPro をね、下にマウントして、撮ってたんで、その時の映像って結構ね、音声がね、乗ってるんですよ。この羽音のね、風の音とか。そういう音をね、聞きたい方なんですよ。今の、DJI のね、このカメラのシリーズっていうのは、まあ、基本ね、多分音を、サウンドをつけちゃうっていうことを前提に撮るんで、音はもうないんですよね。あれ、寂しいなと思うんですよね。できればマイク積んで、音も取ってほしいなと思ったりするんですけどね。そう思うのは僕だけなんでしょうかね。みんなどう思ってんのかなと思いながらいつも、そういう風な感じで思ってます。だからファントム2の時はね、なんか逆に良かったなという風な。映像はね、今の方が綺麗ですけどね。そう思ったりすることもあります。僕はね、結構その方が好きだということです。まあ、雑談ですけどね。はい。ということで、簡単にね、僕が作った、用品の、ご案内をね、ちょっとしてました。まあ、興味あればね、概要欄の方にメルカリの僕のね、アカウントを載せときますんで、そちらの方でね、また商品の方を見てもらったと思います。まあ、数がね、出揃ってきたら値段もまた下げていこうと思うんですよ。何せ全部ハンドメイドで、で、これ作るのがね、すっごい時間かかるんですよ。だから、まあ、お値段の方は、まあ、とりあえず、まあ、そのくらいはいただきたいなという感じのお値段にはなってます。まあ、アマゾンとかと比べたら、やっぱり、ちょっと割高かなという感じはしますけどね。そこら辺はちょっとご了承ください。まあ、ある程度製造してね、数が溜まってきたら、まあ、若干値段下げさせてもらったりはね、してるんですけどね。なんていうか、オズモポケットのね、入れる用品とかも同じような考え方でね、やってますんで、もし気になる方は見ていただけたらと思います。そしたら、今日はこの辺で失礼します。さよなら。